する前に自公政権の対応どうでしょう。昨年2050年カーボンゼロようやく言い始めましたが、はっきり言って口先だけのものと言わなければなりません。一つは肝心の2030年度までの削減目標が 42% とあまりに低すぎる。世界の先進国はどこも 50%、60% の削減目標を持っています。 42% というのはやる気がないと言われても仕方がない目標ではないでしょうか。二つ目に、この後に及んで CO2 を一番出す石炭火力発電所を新増設しようとしている。国連も2030年までに撤退を求めているのに、日本では9つの石炭火力新増設を今進め進めであります。言語道断ではないでしょうか。3つ目に、いまだに原発頼みを続けているということです。しかし皆さん、原発こそひとたび大事故を起こしたら最悪の環境破壊をもたらすということを私たちは痛いほど体験しているじゃありませんか。脱炭素、原発ゼロこそ責任ある政治ではないでしょうか。そして皆さん、4つ目に、実用化の目処が立ってない新技術を当てにしているという点でも無責任なものです。ですから皆さん、地球を守るためにも政権交代が必要だということを私は訴えたいと思います。日本共産党は先日、気候危機打開のための2030戦略というのを発表いたしました。2030年度までに野心的な目標を決めました。 50% から 60% のCO2 を削減しようという目標です。そしてこれをやりきるための手当てとしまして、省エネルギーでエネルギー消費量の全体を 40% 削減する、再生可能エネルギーで電力の 50% を賄う、この 40% と 50%省エネ再エネ組み合わせれば目標ができるという道筋を明らかにいたしました。私訴えたいのは、この省エネ再エネ脱炭素、この先に待っているのは経済が衰退した寂しい社会じゃ決してないということであります。この道進みますと、2030年までに年間254万人の新しい雇用が生まれます。GDP が累計で250円増えます。ですから、省エネ再エネの道こそ持続可能な発展の道なんだということを訴えたいと思います。暮らしを良くする道になります。皆さん、日本共産党の躍進で希望があるこの道をご一緒に進もうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。第3のチェンジは、ジェンダー平等の日本へのチェンジです。コロナ危機のもと、ジェンダー不平等、日本の姿があらわになりました。非正規で働く女性が職を失い、ステイホームを強いられることで DV 被害が急増しています。そういうもとで口先だけの男女共同参画か、それとも本気でジェンダー平等を目指すのか、政治の根本姿勢が問われているのではないでしょうか。皆さん、日本は夫婦同姓を法律で強制している世界で唯一の国なんです。世界で日本しかないんです。選択的夫婦別姓は文字通り急務ではないですか。ところが、自民党の岸田新総裁、党首選の中で
この問題引き続き議論するという、いつまで議論してるつもりですか。もう決められないんだったら野党に政権を渡したらいいと思いますが、いかがでしょうか。日本では男女の賃金格差が特別ひどいんです。女性は男性の 55% の賃金しか得ておりません。一生40年働くとしますと1億円近い賃金格差が出てきます。それに連動して年金の格差も出てきますから、生涯の所得の格差、途方もなく大きいですね。ジェンダー不平等の根っこにこの問題があるんじゃないでしょうか。この解決のためには企業が男女の賃金格差をちゃんと掴んで公表する、見えるようにする、これが鍵ですが、財界も自公政権も抵抗してやろうとしません。ですから皆さん、ジェンダー平等の日本を作るためにも政権交代が必要ではないでしょうか。日本共産党大躍進させていただいて、誰もが自分らしく生きられる社会をみんなの力で作っていこうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。最後に第4のチェンジ、憲法9条を生かした平和外交へのチェンジです。いろんな課題がありますが、今日本が世界から問われている大問題の一つは核兵器禁止条約への態度であります。岸田氏は条約への参加を拒否しています。その理由としているのが核抑止ということであります。しかし皆さん、核抑止とは何か。それはいざという時には核兵器を使用する、核のボタンを押すということを前提にした議論なんです。もっと言えば、いざという時には広島長崎のような非人道的な惨禍を引き起こすことをためらわないという議論なんです。唯一の戦争被爆国の日本の政府がこんな議論にしがみついているのは恥ずべきことではないでしょうか。ですからここでも政権交代が必要です。核兵器禁止枠に署名批准し、核兵器のない世界の先頭に立つ新しい政権をみんなの力で作るのではありませんか。今暮らし、環境、ジェンダー、平和、4つのチェンジということを申しました。これを実行するためには日本共産党の躍進と新しい政権を作る、この2つがどうしても必要です。その上で私最後に訴えたいのは、総選挙で政権交代を実現し新しい政権が作られたときに、新政権が合意した政策を実行に移し揺るがずに前進するためには、それを支える強大な日本共産党国会議員団が必要だということであります。冒頭にご紹介した市民連合と合意した20項目の政策は、例えば沖縄の辺野古新基地建設中止、一つとってもそれを実行しようとすれば激しい抵抗や妨害にぶつかるでしょう。野党になった自民党から大きな妨害が起こってくるかもしれません。その時に新政権をしっかり支え、妨害を跳ねのけ政策を実行していく強大な日本共産党国会議員団がどうしても必要ではないでしょうか。ですから私訴えたい、日本の前途は日本共産党の躍進にかかっております。このことをこれから
訴えたいと思います。どうか皆さん、比例代表は日本共産党、この声を広げていただきまして、首都東京から日本共産党大躍進を勝ち取らせていただきますことを最後に重ねて訴えまして、私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。頑張ります。お集まりの皆さん、オンライン視聴の皆さん、暑い中長時間にわたってのご清聴ご視聴ありがとうございました。来る総選挙では、日本共産党の躍進、野党共闘の勝利で政権交代を実現しましょう。東京での比例110万票以上を獲得するため、どうかお力をお貸しください。東京での比例の議席、現有2議席を3議席、4議席へと増やすため、日本共産党への支持を広げに広げ抜いてください。また小選挙区でも勝利へ重ねて、皆さんからのご支援を心からお願いをいたしまして、本日この場所からの街頭演説を終了いたします。最後までご協力本当にありがとうございました。